南コアリクイは、有毛木アリクイかコアリクイ属に分類される、哺乳類。群れを作らず、原生林から人の手の入った二次林、サバンナの乾燥地まで幅広く見られる。アリ、シロアリ、ミツバチなどを餌とする。前肢の爪は、非常に硬く、アリの巣を壊すのに使うほか、身を守るのにも役立てる。アルゼンチン北部、ウルグアイ北部、エクアドル。 ョウギアナ、ガイアナ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビアも式産地は単に南アメリカとされていたが、後にレシフェとされた。頭蓋骨、ブレーム動物辞典中のグスタフ・ミュッツェルによる、刺し絵、1887年南コアリクイは、アリクイの中では中型だが、環境次第で、体の大きさは、比較的多様である。 東道長は 34cm から 88cm ものをつかめる。尾の長さは 37cm から 67cm になる。体重は、成獣では 1.5kg から 8.4kg であり、性別によって目立った差はない。禁縁種の北小アリクイと同様、前種の指は爪のついた4本で、講師では5本ある。 種小妙テトラダクティラは四つの指の縫い、歩く時には手の甲を地面につける。これは自身の鋭利な爪で手のひらを刺さないようにするためである。尻尾の裏側と先端部には毛が生えていない。鼻面は長く伸びて下向きに曲がっており、その開口部は下が張り出してくると粒と同じだけの幅がある。本種と北コアリクイトではよく似通っており、 頭蓋骨でもさえはあまりないが、最もわかりやすい違いは耳であろう。本種の耳は少し長く平均して5センチメートルの長さがある。一方、北小アリクイでは4センチメートルである。体色は一般的には淡い黄色から金色の毛皮に黒い模様をまとうが、一部には一様に褐色から黒色の毛色のものもいるようだ。同じ南小アリクイの中でも、 個体によりまた地域により差があるため、主全体を一くくりには説明できない。例えば、生息域の南東部にいるものは色合いがはっきりして、肩から尻にかけての黒い模様が色濃く、黒縁が肩のあたりで広がり、前足を取り囲んでいる。その他の部分は茶色や褐色や金色である。ブラジル北部やベネズエラからアンデスサンムやク西部にいる集団では、 金色や濃い茶色や黒色あるいは色があまりないものが多い。本種のレッドリストの評価者であるフラビア・ミランダによればアマゾン川のイ北とイ南と二分集団の間に明白な形態の差異が認められたという。アリクイ族の最古の化石は高深夜の南アメリカまで遡る。以下の分類はヘイソンに従う。生息環境は熱帯タウリン、サバンナ、砂漠。 マングローブなどと岐にわたる。渓流や川の近く、特に釣る植物や着生植物が群生しているところに多く生息する傾向がある。アリクイは一般に夜行性だが昼間に活動することもある。映像場所は木の巨やアルマジロなど他の動物が使っていたネグラである。行動圏はブラジルで100ヘクタール、ベネズエラで375ヘクタールという報告例が、 ある。他の個体に、肛門船から悪臭を放出されたり、うなり声を上げられたりしていらだった時になら、相手と交流することもある。しかし、1日の大半は、樹上で餌を取ることに専念している。ベネズエラで行われた複数の生息地での研究によると、南コア陸院が、木の枝で過ごす時間は1日のうち13%から64%に上った。要するに、 南コアリクイは地上を動くのは不得意なので日常的には情報だけで過ごし類縁の大アリクイならできるギャロップはできない南コアリクイは強靭な前足を自己防衛に用いる樹上で危険が迫ると講師と尻尾で枝をつかみ腕とその長く湾曲した爪を遊ばせ戦闘に備える地上で攻撃を受けた場合南コアリクイは岩焼きのところまで後退し 全種で外敵をつかむ。熱帯雨林では、日中肺や蚊の集団に取り囲まれるわけだが、南小アリクイは、目の周りについたそれらを追い払う動きをすることがある。本種の目は小さくて視力に関しても良いとは言えないが、その大きく直立した耳は、聴力が主体であることを物語っている。アリと白アリを同程度に食べるが、偶発的に果実を食べた例もある。また、 蜂蜜を食べるために蜜蜂を襲うこともある。餌のアリカは匂いで探り、軍隊アリ大アリなどといった幅広い生物種を餌とする。はっきりアリなど強力に化学武装したアリには手を出さない。飼育下では果実や肉も同様に食べることが知られている。アリクイは眼健な前足を使って獲物を引っ張り出してアリの巣を潰し、 長く伸びた鼻先と丸い舌で昆虫を舐め取る。同詞的に分布する、オオアリクイとは、同種のアリ類を食べるため食性が重複するが、オオアリクイは樹上に登らない。メスは1年に複数回発情し、交尾は主に秋に行われる。妊娠期間は130日から190日、春に子を1頭だけ産む。生まれたての赤ちゃんは親にあまり似ていなく、 毛色が白から黒まで多様である。母親は時々子を背中におんぶしたり、自身の食事中には子を安全な木の枝の上に置き、いわば卓樹したりする光景が見られる。食用とされたり、比較が利用されることもある。ペットとして飼育されることもある。野生個体が個人や飼育施設へ寄贈、流通されることもある。絶滅の恐れはないが、一部の個体群では、 生息地の破壊、山火事、道路建設などによる影響が懸念されている。南コアリクイをペットとして飼う者も,もいるが、一部では、不当に入手したり、処分がされている。あるいはさらにその比較は革製品として利用できる、ことから、動物密売の市場に流通するほどである。人や犬の食用に供するため、その肉を狙って、飼料の標的にされる。尻尾にある、 分厚い剣からはロープが作れるので、そのために殺されることもある。また、インディオラは、アリク遺族を利用して、家屋のアリやシロアリを排除する。ありがとうございます。